かつて狩猟場だった森の中にレオポルド2世が作らせた王立中央アフリカ博物館があります。アフリカの工芸品、動物の剥製などが展示され、現在では世界指折りのアフリカ研究の場となっています。レオポルド2世は皇太子の頃から植民地獲得に情熱を燃やしていたそうです。1876年、アフリカ探検文明国際協会を組織、イギリスの探検家スタンリーをコンゴに派遣して調査させました。1884年、レオポルド2世はアフリカ分割を前提としたベルリン会議に出席。翌年、欧州列強国の承認のもと、コンゴはベルギーの領地となりました。これはコンゴ開発の様子。ベルギーはコンゴの植民地政策で急激な繁栄を迎えたのです。しかし、その繁栄の裏には忘れてはならない負の歴史も刻み込まれました。サトウキビの生成の様子、現在でもベルギーは世界的な砂糖の輸出国です。バナナやコーヒー豆など高価な食品も本国にどんどん送られます。アフリカにしかいない珍しい動物の剥製、猿や象など学術的な研究に役立てられました。